フェニックスエキスプレスは、マリンエキスプレス及び宮崎カーフェリーが運行していた。フェリー。1993年、パシフィックエキスプレスの同系船として、三菱重工業下関石造船所で建造され、高千穂丸に代わって、川崎日向の京浜航路に就航した。竣工当時は、日本最高速のカーフェリーであった。百九十四年には、宮崎側のターミナルに、 宮崎港を追加し、パシフィックエキスプレスとともに、日向、宮崎の確実運航を実施。2002年には、宮崎航路を、高知港、日向航路を、那智勝浦港へ、途中寄港を開始した。2005年6月15日、経営悪化により、京浜航路休止。本線は、宮崎カーフェリー運航の貝塚、宮崎航路に転配され、 6月20日よりフェリーヒムカと共に運行を開始するが2006年4月30日原油価格上昇を理由に航路休止となり海外焙煎されたその後イタリアのコルシュカフェリーズが購入船尾に客室を増設するなどの改造を受けメガエクスプレス5となりコルシュカ島とトゥーロンニースを結ぶ航路に就航している船内はエーゲ海をイメージしたものとなっている 2000年5月9日19時37分頃、川崎港から日向細島港へ向けて出港した元船は、出港総船中に多摩川口東府標に接近しつつある中で、左回答を続け、右限船尾が明かり府標に衝突。それまでの総船要領で三橋からの出港を無難に行っていたために、明かり府標への接近に対する注意を怠り、 発生したものであった。ありがとうございます。